22で、デンソー・ヤイリーズが入りました。これでセットカウント。選手の皆さんから大きな歓声が上がりました。何か今日あったんですか？あ、はい、来週に卒業式を控えていて、少し来週からチームを離れるので、今週がちょっと最後といいますか、はい、それでちょっと気合い入ってました。あ、そういうことなんですね。なので皆さん卒業おめでとうございます。卒業おめでとうという声がたくさん飛んでおりました。どういう意味かやっと分かりました。さあ、 V カップ初戦セットカウント3対1、今日の試合振り返って一言いただけますでしょうか？はい、まず勝利することができて本当に良かったなというふうに思ってます。しかし1セット目は自分たちの流れでバレーをすることができなかったんですけど、それをしっかり対応して2、3、4とセットを取り切ることができてよかったです。はい、本当に快活なミツバチのように皆さんもどんどん2枚替え3枚替えと選手どんどん変わってどんどん得点を重ねました。ご自身のプレー振り返ってみていかがでしょうか？はい、自分自身、まあ、あまり思うようにいかない時もあったんですけど、しっかり切り替えて次が何できるのかっていうのをまあ、それもプレーで表現できたので良かったかなと思います。でまたメンバーチェンジなどで入ってくる選手もすごい心強いので思い切りすることができました。それでは最後に会場に集まったファンの皆さん、そして配信をご覧の皆さんに一言いただけますでしょうか？いつも応援ありがとうございます。はい、その V リーグとは、大学とはまた違うステージでこうして戦えることを本当に嬉しく思います。今後とも応援のほどよろしくお願いします。さあ、本日の VOM10 番石倉咲選手でした。本日おめでとうございます。ありがとうございました。そしてご卒業おめでとう。